めっちゃ早起きました。今日から私ゴールデンウィークなんですよ。別の仕事でオンラインのミーティングとかあるんですけど、ゴールデンウィーク中は普段できない勉強をもうめちゃくちゃやってやろうと思って、1年以上ぶりぐらいにスタディウィズミーの配信を今日からちょくちょくやっていこうと思います。ドライブは8時前ぐらいからやるんで、ちょっとそれまでに朝ごはんを食べようと思います。ライブの準備ができたんで、今から勉強していきます。昼から出かける用事があるんですけど、ちょっと先にお昼を食べてから行こうと思います。これは昨日作ったチンゲン菜のサラダみたいな和え物みたいなやつです。もう一回レシピを教えてほしいって方がいるので書いておきます。髪の毛巻いたんですけど、このね横髪のところ失敗しちゃって、こう正面から見たらこうピョンって跳ねてるんですよ。今日は新しいタオルを、バスタオル2枚とフェイスタオルを2枚買いました。私年1ぐらいでタオルがガッスガスになって、すごい雑巾みたいになるんですよ。なので年に1回タオルを新しくしてます。新しい乳液、季節限定のやつが出てたんで、白桃メロン甘夏を買いました。あと新しい小説も買ったんです。沙織ちゃんのエッセイ本、何時星のごとくっていうやつです。最近よく見るので、なんか友達も面白いって言ってたんで、めっちゃ読むのが楽しみ。今からはオキシルのことをやっていこうと思います。ここ前の動画でもお知らせしたんですけど、5月12日の金曜日からオキシル新しいアイテムが出るので、それのプロモーションの画像を作ったり、いろいろ次に出すアイテムのデザインを作ったりとか。作るめんどくさいんですけど、どうしよう。昨日鶏肉をめっちゃ買って、もう早く使わないとやばいんで、ちょっと軽く作ります。
난 멀쩡하게 다시おはようございます。今日も朝 2,3 時間ぐらい皆さんと勉強してこようと思います。20分ぐらい前に Study with me のライブを終えました。今日はね、友達に電話する用事があるので電話して、それが終わったら明日ミーティングがあるので、それに向けて準備をねちょっとしないといけないので、それを午後はやろうと思います。今友達と電話して終わって2時間ぐらい話しちゃいました。もうねお昼の12時半でめちゃくちゃお腹空いてるんですけど、めんどくさいので今日は昨日買った白桃バウムを食べてから出かけようと思います。うわ、うまっ。今日から5月になってしまったんでカレンダーを変えます。
きます。アイちゃん T シャツ。お風呂入ってきました。今日はまだ7時過ぎなんですけど、今日は朝スタディウィズミーの配信ができなかったんで夜にやりますって皆さんに伝えました。あと1時間半ぐらいあります。なので昨日の読書の続きをやろうと思います。